そうしましたらね、固まってきましたので、肩をね、つけたいと思います。およそのシワはついてるんでね、そんなにも入れなくていいと思うんですけれどもね、毛がき針ですね、これでちょっとこう、押してみたりしながらね、こんな感じでしょうかね。こう、ベタつかず、綺麗にね、グッと押し込まれていく感じ。このくらいの硬さが使いやすいですね。こんな感じですかね。はい。もう最初に水で綺麗にやっていれば、至ってここは簡単で、そんなに難しく考えずともね、スッスッと。模型友達のね、頑固者1967さんがですね、教えてくれたテクニックの一つなんですけれども、爪楊枝をですね、爪楊枝って先が結構木目があってザラザラしてるんですけれども、紙やすりで削るんですね。今これ400番で削ってるんですけど、400番でザーッと削って、800番ぐらいで削ります。こうやって研ぐんですね。するとね、もうツルツルですね。確かにもうこれツルツルになってます。そのままの状態だとかなりザラザラしてるんですけど、ツルンとしてます。この状態で触れてやりますと、爪楊枝の余計な、木目はつかずに綺麗にモールドをねつけることができますね。あとはちょっとラッカーシンナーをね使って、少し鳴らしてあげると。これもやりすぎると全部溶けてしまうので注意がいるんですけど、まあこうシュッシュッシュッと鳴らしてあげると、少し塗ると溶けてくるので、こうぐーっとずーっとこう柔らかく優しく撫でてやれば滑らかにつながってくれる感じですね。少しだけねちょっと段差があるのが見えるので、スポンジヤスリですね、スポンジヤスリでこうちょっと磨くと。はい、乾燥したらね、隙間が見えなくなりましたし、はい、これで OK ですね。完成です。